おはようございます。今日ね、皆さん材料バラバラです。夏ですので、夏らしい花材と、あとは容器の方ちょっと少し大きめでということでお願いしてます。大きくなる植物選んでるっていうのと、あとは水切れと、夏なんであんまり詰め込んで入れすぎてしまうとお花傷んでしまいますので、今日のお花ですとだいたい11月の頭ぐらいまで持ってくれて、なおかつ残る植物もあるので、皆さん材料ちょっとバラバラなんで、私後から皆さんにお話しして、持ってきてもらってるお鉢が長方形の方は今回の材料ぴったりだと思います。それで合わせましたので、それ以外の方でちょっと余るようでしたら、私ちょっと入れ方とまたご案内しようかなと思ってますので、まずエキナセア、これ宿根草多年草です。だいたいお花の時期は11月ぐらいまでかな、持ってくれて、冬場はもう上枯れたみたいになりますけれども、毎年出てきてくれる優秀な子。北斜のこれカラーリーフのタイプ、リーフとしても使えますし、寄せ植えにも使えます。でお花は後半になってからなんで、どっちかというと葉っぱで使ってもらったらいいかなと思います。これ夏のお花、クロサンドラ、これも夏ガンガンでいける、これもただ一年草になります。お花咲くっていうか葉っぱで楽しんでもらって、後半ちょっと涼しくなってきてからですね、咲いてくると思います。次この組み合わせの方、コレオプシスとペンタスですね。これコレオプシス、これも多年草、切ってもらったらどんどん咲いてきます。最後また切り方をお伝えするんですけれども、背がやっぱりちょっと出てくるお花になるので、先の方だけじゃなくてしっかり下の方から切ってあげてください。これめっちゃ咲くんですね。春からほとんど冬の前半ぐらいまで咲いてくれるから、すごい強いお花です。あとこのペンタスですね。ペンタスは一年草ですけれども、夏の定番になりますね。でこのカラジウムです。カラジウム入ってない方もいらっしゃるんですけれども、ちょっとカラジウム入ってる方はカラジウムの使い方ちょっとポイントになるので、ちょっとお伝えしようかなと思ってます。ペンタスでもこっち側のペンタスはいつもと同じタイプで、背がそこまで、大きくはなりますけれども、そんなにはならないタイプ。ただこのスタークラスターっていうタイプ、これはもう元々背がかなりちょっと大きくなるタイプなので、性質違います。強さは一緒なんですけれども、あとはここは唐辛子、この組み合わせの方そちらにもいらっしゃると思うんですけど、これがエキナセアじゃなくて今度はルドベキア、まあ言ったひまわりみたいなお話。これも多年草、毎年楽しめます。暑さも強いですし、よく咲いてくれて、後半秋になると色がちょっとぐっと深く花色になってくれるので、夏の暑さも強いです。これがベロニカ、人気あるんですけど、ピンクのベロニカで、切ってもらったら何回も楽しめれるので、この組み合わせの方は多分カラジウムが入ってないので、これをカラジウムの代わりの場所に入れてもらえたらなと思います。あと唐辛子と葉っぱですね。背が高くなるペンタスのスタークラスターの方と、この白のカラジウムの方で、あとこの裾に入れてあるお花がアセイロンライティア、弱そうに見えるんですけど、実はすごく強くって、暑さすごい強いんですよ。冬だけね、そう、寒さ当たっちゃうともう傷んじゃうので、まあ一年草と思ってもらうぐらいの方がいいかなと思いますけど、夏の西日にはもう全然平気です。だからお日さんしっかり当ててもらえる植物になってますね。あとは唐辛子、パープルフラッシュになります。今日はちょっと横長に設定してますので、丸の方は丸で配置してもらいたいんですけれども、横長の方は横長でセットしてもらって、まず植えるのではなくて、でその材料をこの鉢の横に置いて並べていただきたいんです。はい、その時迷ってもらって結構です。花の向きとか高さとかを見ていただいて、決定したらもう鉢にすぐ入れるっていう形でお願いします。花苗を抜いて触って崩して、でこのままこの場所じゃない、あの場所じゃないってなってしまうとやっぱり傷みますので、もう植える時はもう決まったらさっと植えてしまうっていうのが寄せ植えポイントになってますので、まず横で配置してください。一つポイントが、このカラジウムの方は、やはり向きあります。カラジウムの向きあります。ペンタスに対してどの場所に入れたいか。カラジウム入ってる人はそれでお願いします。トラのピンクのベロニカ入ってる方は、ルドベキアの間に見せていただきたいので、それもちょっと向き見てもらって配置してもらいましょうか。でまずセット横でしてください。土セットするのではなくて、お花をまずセットしてください。手前アルファベットの V にしてほしいです。ペンタスは。で、カラジウムを対角線に入れるっていうイメージで。綺麗です。ここね、絶対ここ揃えんといてください。今ちゃんと揃ってないから、これで合ってるから。ここ揃えんといてね、後ろを、ルドベキアをここの高さで揃えんといてくださいね。V にせんといてほしい。丸の場合は、ちょっと奥手前、こう。の方が奥行き出るから。こっち前に振ってるから、これ後ろ。これ OK です。これもこれで。で、2個ずつ
ーツやから、ちゃんと対角線に入れてくれてはるから、これで OK。これで綺麗。ルドベキアだけ、ちょっと軽く崩し方だけ言っときます。で、こっちのまたこれいい土入ってるんですよ。土増ししてあるからね。ちょっと取ってもらって肥料も硬いんで、縦に入れといてください。もうこれだけで結構です。ガーッと触らなくていい。触らなくていい方は。肩はちょっと取ってもらったらいいですけど、ここ多分手ではできないと思うので、ね、そうですね。で、ここをこうしてもらって、うん、ちょっと汚く、多分これぐらい崩す。うん、っていうのが崩し方。丸ですよね。はい。いける?うん。正面はどこ?ここ、ここだったら泣いちゃうから、ここが泣いちゃってる、ポソンと。それだったら、もうちょっとこっち側をちょっとずらさないと、こうですね。で、これを背が高いんやったら、こっちはこうです。これはこっちです。カラジウムをこの間に見せてほしいです。ちゃんと独立させないようにだけしてほしいです。これも先やで、これでここ正面でも浮かないので、あと対角線に2入れてもらうのは大丈夫です。はい、だからここだけが1になるので、ちょっとこういう風にずらせば、これで割っちゃダメです。割れないです。長方形の長さにしてほしい。これやったら丸になってるから。この長さにだいたい合わせてほしいです。これね、うん、こっち、こっち、こっちに向いてるから、そこまずちょっとしてもらいたいのと、こことここにカラジウム入れたい。うん、そう。で、それやったら、このカラジウムがどっちがいいか、まあ、ここ低いか低くてもいいけど、うん、これをどういうふうに使いたい。だから、こことここに入れてほしい。多分もっと広いから、うん、ってことはもうちょっと、やっぱこっちの方ですね。うん。多分配置でほぼ決まるんで、うん、今日。ちょっと広げてもらってね。難しいのがペンタスを V にしてほしいんですよ、アルファベットの。ってことは、これをあまりにも V にすると全部同じ V になっちゃうから、難しくなるから。それやったら、どっかを一個後ろにする。で、ここのところにペンタスを持ってくる。で、ここにペンタス持ってくる。ここで V になるじゃないですか。じゃあ、ここでいいですよね。うん。で、なるべくこれをプシス後から間引きますけど、こういうふうに入れないように、ふわっとしてほしい。でもここまでできたら、あとはもう簡単ですよ。もうここに空いてるところに入れる感じにして、もう端と、もしここに入れるんやったら、こっち側、こっち気味って、そこはもうその唐辛子具合で、こっち側をこうして、こっちをこうでもいいんだけど。あれ嫌やなと思って。まだこういうのも、ね、やっぱりこれの場所によって、ペンタスが決まるから、これ背出るから、これを前にバンとしてしまうと、大きくなった時にバンってなっちゃうから、ここの足元はやっぱペンタス欲しいですね。だから、まずこれ入れて、これを2番目に入れて、次これ入れると配置がわかる。その時にこっちをイメージしながら、それで入れてください。これ真ん中で、ペンタスの向きが、これあっちに向いちゃってて、こっち向いちゃってるから、カラジウムはここと、こことここではいいと思います。これも2で対角線に入れるのはいいと思いますけど、ペンタス多分向きが大事。これでいかれます？だったら2ずつでちょっとまず組み合わせしてもらっていいですか、はい、これを真ん中に入れて、全部2個ずつ2個ずつでしてください。かなりちょっとちっちゃいので、それでちょっと分量減らします。イメージはこれなんだけど、カラジウムの高さがこれたら一緒ここに入れたいんですよ。こっち。こう入れてほしい。で、ここから葉っぱを見せてほしい。後ろから見せてほしいです。カラジウム。で、ここにこれが欲しい。前気味に。だったらここが穴開くから、こっち側に背の高いのをちょっと入れて。こういう。次、ここの下。で、こう。こと。だから、ここを V。ペンタスは綺麗に使ってくれてはるので、ここのカラジウムだけどう使うか、せっかくこの白の面をどういうふうに使うか。この子ボリュームあるから後ろにしましょうか。この葉っぱをどう使うかです。まあ、要はこう使ってほしいんで、はい、この間に欲しい。ここがパソッと開くから、はい、からここにほんね、こっちが背高い。こっちのボリュームある、ね。こう、こういきましょう。はい。で、唐辛子。ここと、こっちが。こういうことです。ここがもうポイントです。ここの高さはできるだけ揃わずに、アルファベットの V だけれども、ちょっとどっちか後ろ、どっちか前にすると奥行きがまた出る。はい。カラジウム1個にしましょうか、それだったら。じゃあ、これを2に入れて、で、カラジウムも2入れれないから、後ろからちょっと葉っぱ見えるように入れてもらって、で、ペンタス2にしてもらって、で、唐辛子を2にしていただいて、で、これを、これ割れる株なんで、これを対角線にしていただいたら、だからまず1番にこれ、で、2番にこれ、で、真ん中の方に作ってもらったら、あまり急々に入れすぎないように全部対角線で
入れていってください。もうちょっと狭く。ここ高さ合わせない。こっち、こうしたんですね。はい。うん、別にいいです、これは全然。ももさん、多分もっと横幅出るは、出ていいから、隙間開けてほしい。ちょっとギュウギュウやから。この子は、ちょっと背出るタイプなんですよ。切ってくれはったらいいんだけれども、こう使っててくれたはった方が下に欲しいから、このペンダス上がっちゃうんで、上がる根元にこの子たちを入れたいっていうイメージなんで、イメージは、ついてくれてはるんだったらこれで結構です。でもうちょっと、こう広がるっていう感じで、ここの高さを合わせなければ大丈夫。で、カラジウムは外に向かずに、なるべく間に葉っぱが見えるような入れ方。この方が綺麗じゃないですか。これで入れていきましょうか。はい。結構端に入れる。いや、もうちょっとこれぐらい。普通に寄せ植えするときって大体こんなもん。これぐらい。うん、結構際に入れる癖がある。これですね。これぐらいで。はい、わかります。あんまりね、際に入れるとね、間土入れるのにね、これは対角線に使ってほしいんですけど、これも対角線に使ってほしいから。V に入れてほしいんですよ。の花。まあ、これは V に入れれないんだけど、ちょっとずらして入れていくと入るので、これは V なんですね。で、これは2個だから、こう、対角線に入れてます。で、あと空いてるところに入れるっていう。だから配置結構大事で、これ背出るから、あんまりこの真ん中にバーンってしちゃうとガッと上がっちゃうので、手前はやっぱりこれを入れてほしい。だからペンタスをちょっと V にして、その間に入れるっていう感じ。でもこれもちょっと奥行き持たせてます。で、ごめんなさい。お二人ともヒューがめっちゃ多いです。半分減らしてください。で、ここがね、いつも言ってるように、高さ一緒なんですよ、うん。どっちかが後ろ、奥行き持たせたいから、こういうことです。うん、ちょっとだけ、もうちょっと広さ多分余裕あるので、うん、こういうことです。ここの高さを先みたいに揃えずに、ちょっと奥、うん、どっちを奥にしてもいいです。じゃあ、今度、こことここの隙間なんで、これを間に使ってほしいです。キュウキュウにしてほしいって言ってるわけじゃなくて、間に花を入れてほしいです。じゃあ、あと唐辛子は、入るところっていうのが色の形なんで、で、まあ、今回だから2なんで、もしあったら前に2つでもいいし、先ほどのようにこう対角線に入れていただいて、あとここのところと、この端に入れてもいいです。この配置で全部決まっちゃうんで、うん、これね、こう使ってほしいんです。これだったら、高さ一緒の横に使うような感じだから、このペンタスが背が高くなるってお伝えしたんで、その足元にこのセイロンが咲くイメージをちょっと持ってもらいたいので、V に入れてもらうのはこれで大丈夫なんですけど、この V もお伝えしたように、揃えずにちょっとどっちか置くですね。ってなると、こう使いましょうか。結構株いいから。こうですね。ここに、こういう風に葉っぱを持ってくる。じゃあ、ここに持ってくる。こういうことですね。じゃあ、こう。まあ、ここが空いてる。じゃあ、どっちか株の大きい方、ここの高さ。で、こっち側で。これでできました。で、あと、前、葉っぱどちらでもいいです。ここにして、こっちでもいいですし、こっち側の後ろにして、こっちでも。それはもうご自身のちょっと空いてるスペースで、ちょっと高さ出るので、切りながらでいけるんですけど、ここだと色がないし、これ上がるし、下で欲しいので、こういうイメージで、端で使ってもらうと奥行きが出ます。ね、夏ね、水着で起こすから、少しちょっとすぐ、特にこういう根の張る植物は、もっともっとすぐなくて、冬とはちょっとまた違う。ポイントは、ここの高さ絶対揃えないように、V でもね。うん、これちょっと後ろにしてくれてるから大丈夫なんですけど、はい。こっちに入れるんだったらこうだし、こっちに入れるの、どっちがどっちでもいいですけど、どっちがいいですか？こっちの方が。こっちの方がいい？うん、わかりました。じゃあ、この間に葉っぱが欲しい感じ。で、これもこの間。じゃあ、この前なんで、ここに入れましょう。で、あとはもう色合わせです。これが低いですよね。そしたら、これでも出てきます。あ、あげない。一緒一緒。間で大丈夫。その代わり葉っぱを埋め込ませない。はい、そのための葉っぱをこれ今回選んでるから、はい、これは後ろでしたよ。ここの後ろ。さっき私配置した時はここでした。ここの後ろにそれカラジウムです。ここ、はいはい、うん、ここですね。この、ここですね。はい。これをこう使ってます。これをこう使ってほしい。で、このペンタスっていうお花を V に、そうです、そうです。入れたい。配置が一番大事なので、うん、じゃまず、こうした時に、こうでしょう。これもちょっと軽い部位にしてくる。これで結構です。まずこれで仮にします。今使ってくださったように、ここと、こことでいいです。これでいいです。対角線。2個の葉っぱを使うときは必ず対角線に使った方がいいです。寄せ植えの奥行きを出すために対角線使いますね。次、ペンタス。これを部位に入れたいって言ってるので、ここと、ちょっと奥気味と、
ただ、気をつけていただきたいのが、このコラボシス結構バーッと咲いてくるので、あんまり急に入れてほしくないんです。次、唐辛子をこう入れますね。次、葉っぱ、間に欲しいので、ここと、ここをここら辺にするかですね。どうしても唐辛子だけでこう挟まずに入れていただいた方が綺麗かなと。土は一番深いポットの高さまで入れる。これで全部入りました、はい、ただね、ここが前二つになっちゃって、正面ここじゃないですか。葉っぱを埋めてしまってるから、植えるとき必ず葉っぱは上げてほしいです。葉っぱを埋めてしまうと全部これ夏の植え痛めになるから、もし黒かったりしたら取ってもらって、でもあんまり取りすぎるのは葉っぱも良くないです。やっぱりそれで光合成する。これとかでも埋まっちゃってるんですよね。これがやっぱり雑になっちゃうので、この場所にここにあるのがいいんですよ。外に出しちゃうと葉っぱが出てくるから、絶対この葉っぱを、この横の葉っぱとかをこう埋めちゃうと、こう折れたりとか、さっきのこういう風になっちゃうんですね。はい、だから、入れるときは必ず起き上がらして、横の葉っぱを入れてあげないと、植え痛みになりますね。で、今葉っぱ綺麗に入れたので、で、ここがちょっと重なっちゃってるから、ここにそれじゃあ北斜の葉っぱ入れるので、ここは空いてるので、北斜の葉っぱちょっと折れちゃってるから、この下はちょっと綺麗に掃除していただいて、ここに一つ、はい、対角線で入るところにもう一つ入れてあげる。はい。量的には十分ですね。いけそうですね。ちょっとこう、やっぱり横の葉っぱ入れるときに必ずちょっと葉っぱ上から入れないようにっていうのと、これちょっと伸びてるからこっち側を外にした方がいいと思いますね。ただ、真ん中の方にちょっと土あんまり入って、この中ね、やっぱり最後ちょっと難しいから、もうちょっとだけ先ちょっと止めといてもらった方が、このルドベキアが、ちゃんと、うん、これでだらしなくなった。せっかくの寄せ植えが。で、ここに。うん。もう今日ピチッと入るから綺麗に入りますよ。うん、ここ正面でね。あ、真ん中で。はい、これね、はい、V に入れてほしいって言ってんけど、これ絶対奥はダメ。唐辛子。これはダメ。で、ここも多分唐辛子がない。これももうちょっとこっち側です。で、カラジウムが、こう入れてほしいって言ったんで、カラジウムがこの場所です。セイロンが前です。このペンタスは寝っ転がらないのがポイント。起き上がらせる。こうやって、ここ、うん、今、起き上がらせてくれてはるから、これで合ってると思います。そうそうそう、このペンタス結構グーッと背出るんですよ。だから、ちょっと長方形でこう欲しいなと。だからこれ、うん、めっちゃ綺麗やと思う。この価値ぴったりやと思う。ただ、ちょっとこの子深い。もうちょっと引っ張り出してほしい。これは、こうじゃなくて、こう。唐辛子も伸びてくるから、ここで葉っぱが欲しい。ちょっと低いんで、多分ポットちっちゃかったからなんですけど、こう欲しいです。こういうことです。こう。ここの使い方はもうバッチリだと思います。綺麗に使ってくれたはず。カラジウムの今振ってみたときに、ほら、低い。こっちも低いから、もうちょっとこう土足して、土足さないとまた下がっちゃうから、この子根がちやからちょっと起き上がらせて、で、このところここも低くさっき下がってから私のやったみたいなこれぐらい。これでも完璧やと思う。綺麗に入れてはる。すごい綺麗に入れてはるけど、ここもったいないですね。下がって。うん。もうここはそれで。でもこれで最後土まで入れてもらったらもう出来上がりです。ここがね、まず高さ一緒になっちゃってて、丸になるから、これもうちょっと、こう広げましょうか。こういう感じで、ちょっと後ろ、ちょっと前っていう感じの部位にまず変えましょうか。はい。まずそれをちょっと変える。だからちょっと前ちょっと抜いたってほしい、ここら辺ね。ごめんなさい。先言えばよかった。同じお花同士でまず入れましょう。まず、これは1番です。合ってます。じゃ次、これ2番目です。さあ、同じお花で入れていきます。同じ花をね、入れていった方が、多分バランス取りやすいです。別に左から右から入れていってもいいんですけれども、配置とか、向きとかがあるから、入れやすいと思います。まず、1番このグラス、2番この子ですね。まあ、1番大体大きいお花、スロッカーのお花から入れていきます。で、大体崩すときは、硬かったらもうハサミでこう、バシッバシッって入れてもらっていいですけれども、親指か、お腹の腹で、外軽くこう、ほぐす。夏場はあんまりきつく根っこはちぎらない。上痛みになってしまいますからね。はい。これで今入れました。で、ここ揃えんといてほしいっていうお話ししたと思うんで、これで入れますね。ちょっとね、やっぱり土、はじめの土、ちょっと少ない気がします。もうちょっと土入れましょうか。必ずね、この高さとこの高さは一緒。絶対何かだけが沈む、何かだけが上がるということをしてしまうと、夏の痛みになります。寄せ植えして1個だけ枯れるっていうのは、上痛みであったり、高さが揃ってなかったっていうのが原因なので、必ずここの高さは、全部揃える。はい。それはもう一番のポイント。で、次、このカラジウムをこう入れましょうか。はい、で、次に、ペンタス。ここ、ちょっと V になりますね。で、ここ。これで V です。はい。はい、一体、ここまでしましょうか。はい。はい、このあたりが、葉っぱが埋まっちゃってるので、はい、でこのあたりがこれ、出てしまってるので、
十分空いてるからね、場所的には。まず真ん中入れますね。じゃあ、この三角形にこれを入れていきますね。で、この葉っぱとかがどうしても下葉が、さっきもそうなんですけど、踏んじゃうと埋もれてしまうので、踏まないで、隣の苗を入れてあげてくださいね。じゃあ次、ペンタス入れますね。入れるときに必ず横の葉っぱを踏まないっていうのがポイントです。これで対角線に入りました。じゃあ次、唐辛子入れますね。これで、ここ今正面決めてるんですね。あと、葉っぱは、それ2つ、これをね、割ります。その方が、もともと2株入ってるので、じゃあちょっと花々同士になってるところ、ここですね。ここ正面の、ここ、十分空いてるので、ここに入れます。じゃあ次、対角線。花々同士になってるところに入れますね。ここですね。で必ず、葉っぱを、土に埋めないように起き上がらせて、ちょっと丁寧に入れてください。綺麗に入ってはるんやけど。ただね、ここね、ギリギリやったら土入らなかったらね、結構傷むことたまにあるんですよね。これをプシスだけ、ちょっと間引きますわ、後から。そうそう、間引き方をお伝えする。こう、暴れてる葉っぱは、伸びるっていうのを逆に活かして、この間で伸びたら、可愛いじゃないですか。これも、ここが埋もれないように、ちょっと引っ張り出してきてほしい。これも引っ張り出す。これで、これで綺麗です。かわいい、ここを埋もれないように、後から間引き方は伝えます。ここ V になってるでしょ？で、これも奥行き出てたら、で、これ、ここで出てたら、雰囲気いいと思います。そうですね、ここ2つになりますね。本当ですね。ここがちょっとあれかな？これをだから変えられたらいいじゃないですか。でも余裕は全然ありますよ、これ。これをこうじゃなくて、この中に葉っぱが欲しいので、もうちょっと立てた方がいいですね。ここ正面でしょ？この向きを、これで、ここね、ここ正面でできましたね。次、正論ですよね。正論もこれ向きあるから、ここの場所は多分狭い場所なんですよね。カラジウムのペンです。だからここはここで。こう入れちゃうと埋もれてしまうから、まっすぐは入れて欲しいんだけれども、外にここの葉っぱをすると、先間にこのペンタスの下で咲いてくれる。ここ。じゃあ対角線、ここやね。ここに入れますね。で、これも埋もれずに、こう入れますね。ここ空いてます。ここ唐辛子1個入れてます。ここ空いてます。ここで対角線2つ。この唐辛子も埋めない。埋め込まない。ちょっと外に出す、はい。これをギュッと中に入れることで、株ギュッと締まるから、ダラーンと出しちゃうと、このカラジウムってそういうので使ってるんで、これを出しちゃうと、ね、だらしなくなるから。だけど、外の花はこの下で咲く。じゃあ、こう大きくなった時に形良くなる。あと2つ、あれ入れてください。はい。後ろが、ここがボコンって開いてるんですけど、これが。ああ、いいんじゃないですか。こことここでしょ、はい、こんなに、開いてることには気にされなくてもいいと思う。このね、ペンタスがね、これ、寝ちゃってる。起き上がらせ。まずそれ一つと、これがもったいないですね。ここに、落としたことないけど、こういっちゃってるじゃないですか。こうですよね。ここ欲しいですよね。これの向きが、ちょっと、これこういっちゃってるんですよ、うん。ここの横で欲しい。ここが欲しい。これはここでね、いいと思います。で、これもこの使い方でいいと思う。でこれもここまでにせんと、そこしてもらったらもう土入れてもらったらいいですよ。そのガサッと開くことは問題ないです。もう植物大きくなるから。それは寝てるわけじゃなくて株が張ってるんですね。だからこうちょっと向きをこうキュッと。そうですね。それで綺麗に入ります。必ず横入れるときにこう葉っぱをこう埋めちゃうとそこから黒くなっちゃうんで、ナスは特に横入れるときはね、気をつけてもらって。でそういう場合は、ちょっと起き上がらせてもらったら、この子をちょっと。自然と入れれば、意識するだけで全然ちゃいますよ。これだけで変わります。ここはちょっともったいない。こっちは、これだけもったいないなと思って、ちょっとここだけしますね。あとは綺麗に入れてはるから、スペースは十分あるから、十分あるんで、あんまりキュッと押し込まずに、こう、ふわっとされたらどうですか？これがね、もし心配だったら、この子伸びる子なので、もうちょっと後ろからすると伸びてきたら、さっき入れてはったように、これはこれでいいと思うんですよ、ここで。こうするだけでちょっとこう、ふっと息ができるような感じの。これでどうですか？ちょっとふって出すだけで、綺麗。で、まずね、カラジウムが、やっぱり外に、こう、まずこの後ろにあるカラジウムがこっちに出てるから、これはね、この葉っぱをここに持ってきてほしい。このうち、場所は一緒。向き変えただけ。こんだけ。ここに欲しいんですよ。こうすることで、こう、キュッと締まるんですね、まず株。これも、これの中。ここ。
ここに葉っぱが欲しい。そうすると、この背が高くて咲いても、ここの間に葉っぱがあるから、これだけでギュッと締まりますね。ペンタスがちょっと全体的に外に向いてあるから、これも立たせました。場所一緒だけ。これだけでもグッと変わると思います。これも寝かすよりかは立たせた方がいいと思う。こう伸びるものは。まあ言ったらこの間でまたこの細い葉っぱが出ると、成長した時に大きい葉っぱとして使えるから、あんまりこうキュッと寝かすよりかは立たせた方がいいかな。これはここで上手に使う。やっぱりペンタスが寝てたっていうのと、ここのカラジウムを向こうに向いてたのを同じ場所だけど向きをちょっと変えることで、この間にパーって咲いた方が可愛くないですか？この葉っぱ綺麗ですね。いつもほぼ綺麗に入ってはるから、ちょっとした後向きと起き上がらせることだけ。白もこれで。まあ、このカラジウムだけは使い方多分初めてだと思うんですけど、あんまり外に使うとわーって伸びてくるから、中の、だからこういう背の高いお花の間に使うっていうイメージで。うん、高さ揃ってはるから大丈夫ですよ。ちょっと土入れて唐辛子入れましょうか。唐辛子はね、あんまりきつい実、根っこ崩さなくていいので、ちょっとだけそこを軽くほぐしてもらう程度で。お花お花っていうのはやっぱりちょっと暑苦しいので、この間にまず、はい、入れます。これも必ず高さ揃えてください。で、次、ここですね。ここに唐辛子入れましょうか。はい、唐辛子が入ってね、ここに入れたいから、だったらちょっとペンタスをもうちょっと端にしようかなって言って端にしても。だからやっぱり同じお花は同じ花で入れていく方がバランスは取りやすいと思います。後からこんだけ余ったとかになっちゃうから、はい、こっち側にピンクが来て、唐辛子で間挟むよりかは、またピンクの葉っぱで唐辛子あった方がいいかなと思います。絶対ね、土ってね、押さえたらダメなんですよ。粒子が潰れちゃうんですよ。入らない時にも結構抑えられる方いらっしゃるんだけど、うちの土触ってもらったらふさふさなんですよ。そう。で、この土が最後までやっぱり塗ってほしいんですね。入れても、だから絶対硬く固まらせない。ここに唐辛子ね、入れていきましょうか。これはちょっと寝てるかな。起き上がらせて。あ、土だからもうちょっと入れてもいいんじゃないですか。はじめの段階で。うん、これはここでいい。ちょっとこれ起き上がらせましたね。やっぱちょっと土少なかったからね。うん、これでまず定位置セットしました。じゃあ次、正論ライトやりますね。この間に立てて入れてほしいです。だからここがやっぱりこのペンタスが安定してなかったから入れにくかった。そうそう。これでね、ここ入りました。じゃあ次、ここに入れるので。うん。これで。はい、じゃあ、あと、はい、ここと、ここに唐辛子、十分入るので、唐辛子入れてください。はい、ちょっと土少ないかも。こう見えちゃってる。これも見えてしまってる。あんまり根っこ触らん方がいい、唐辛子は。だから、こう置いててくれはったらいいから。抜いて、まあ、軽く、形崩すのはいいけど、ほんで、あんまり絶対埋めない。この間に欲しい。ここに欲しい。わかります。問題なのが、ここ、出てる。これ、上板みになります。水切れになる。これは絶対高さ、絶対揃えてください。必ず土は盛らないから、ここから見てもらうのもあそこやっぱ出ちゃってます。だから、そこを高さ揃えて、揃える。そこがもう寄せる一番大事なポイントなんです。何かだけ深く入れてしまうと、水のやりすぎ。だからここもうちょっと高さ揃えて。これ、さっき崩してくださいって言ったんですけど、この形のまま入れちゃうと、入れづらいから、ペタンコにするというか、あんまりきつくはしないんですけど、少し、まあ、こういう風にしてます。でもあんまりペシャンコにすると根っこ、本当の根っこを潰しちゃうから、形一つ整える程度です。こんだけ十分空いてるんで、これをこう入れちゃうと入らないですよ、横同士。でもこれをこう縦同士にしたら入るじゃないですか、植物入れたいところに。それで寄せ植えを組んでいくっていう感じです。今縦に入れました。縦が空いてたので。こういうことです。わかります？ちょっと細く。はい。じゃあ、ここのところに入ります。はい、入ります。うん、これで土入れましょう。ちょっとここが、ちょっと高いから、で、ちょっと土がやっぱここ、まだね、入れてくれてはらないから入れましょうか。スタークラスターね、こんな感じで、ここお花見てもらったら、なので、もう終わりなんですよ。で、ここつぼみあるから、まあ今日はいいんですけど、その後もこの下からも切ってほしい。もうここからとか切らんといてほしいんです。もう一個下。なったらもっと早くでまた綺麗に上がるので、結構伸びる品種だから、早め早めに。これ綺麗ですね。大きい作品で秋までいけます。結局、大きくなるこの下で使いたいので、あまり向こう側向きに入れるよりかは、この足元で。うん。カラジウムがこの間で。葉っぱが出てきてくれたら咲いてくる感じなんで。OK でーす。ちょっと下向きなんですけど、今こっちに向き変えました。で、あれがこっちに向いちゃってるから、これも起き上がらせます。起き上がらせました、これで。はい。これぐらいの鉢あったら多分すごい入りやすいと思うんですよね。はい、カラジウムもこれで OK。これ、ここだけが2つ連なってるから、やっぱりちょっと離した方がいいと思います。
これもやっぱりちょっとちっちゃいから、土がね、全然この下入ってないから、沈んでしまってるんですよね。ちっちゃいポットを入れるときやっぱりちょっとだけ、やっぱ沈んじゃうときがあるから、そういうときはやっぱりちょっと土足して入れられた方が、最後に全部入れようと思うと、やっぱまた高さ揃わなくなっちゃうんで、これで。はい。じゃあこれで土入れてください。崩したらあかんねんけれども、形整えてもらうのは大丈夫なんで。はい、時期によってですけど、冬はいいけど、夏はあんまり崩さん方がいいかな。新しい根っこ出るまでにちょっと時間やっぱりかかるから、あんまり根っこ触ると嫌がるものって、この唐辛子もナス科の植物やから、まあ軽くは私も崩しますけど、あんまり崩さん方がしやすいかな。これで、ね、だから、ここに欲しいと、ここをやっぱり起き上がらせて欲しかった、ここがね。はい。これでいいと思う。これで土入れましょうか。はい。土は絶対盛らないっていうのが鉄則で、盛るっていうのは、どこかだけが土入ってるってことなんです。他見て、あそこやっぱり出てるんですよね、前ね。うん。で、ここちょっと少ないから、ちょっと調整しますね。鉢からギリギリはいいですけれども、今まあ夏場なんで、あんまり深植えするよりかは、ちょっと気持ち浅いめの方がお花によったらいいと思いますけれども、やっぱり出てしまってるとか土が入ってないっていうのは良くないですね。で土っていうのは、必ず下がります、時間経ったら。特にうちの土ちょっと下がるんで、うん。だいたい同じぐらい。ウォータースペースそんなに気にしてもらわなくても絶対下がるんで、じゃあこれで OK、はい、もうちょっとだけここ、ここね見えてるから、ここね穴開いてますわ、土ね、ここ、入れましょうか、OK ですよ、これで、はい、皆さんの花のカットの掃除の仕方、ペンタスの人、これぐらいであれば、ね、真ん中ちょっと芯が見えてきたりとかすれば、もう早く切ってほしいなと思うんです、ここら辺でも切ってください、はい、切ってもいいですか、はい。こういう風に芯が見えてくるんです。ペンタスって。こういうことになってくるんです。まあ、こういうことです。はいはいはい。だったら、もうやっぱり早めに切った方がいいです。で、結構ちょっと難しいのが、またぎと言って、こういう風に真ん中一個だけこうして、こう二つつきますね。で、こういう場合ももうこの下からです。その方が綺麗です。これなんかでもまだ今日綺麗ですけど、多分今日帰ってお水あげて、この日差しだったらもうパラパラっと落ちるんだったら、もうここで切られたい。ここでいいな。いいです。私はもう一個下切りたいですけど。ですよね。はい。あ、切れる方だったら切ってもらって。やっぱり背が高くなるお花は夏場多いので、一つ深めに切るっていうのはポイント。寄せ植えなので、どっかだけこう、ボソッと減ってしまうんだったら、今そう言ってても、ここだけで切るっていうこともいいと思います。例えば、今日ちょっと人来るからお花置いときたいなとか。ただやっぱり雨がこんだけ続いたり、暑さでやっぱ傷んでくると、毎日って手入れるのってなかなか難しいんで、ちょっとお時間あるときお水やった後に、今日はちょっと深めに切っとこうかなっていう形で、一回深く切ってもらうだけで、お花ってちょっと手入れてあげるだけでやっぱり持つんで、花摘むだけとかなると、やっぱ伸びてくるんですよね。あったかいから、暑いからね。だから、なるべくちょっと切ること。このアルテルナンテラっていう、こういう葉っぱとか、ああいうマーブル模様のアルテルナンテラも伸びてくるんです。足元ああいうオレンジ色のやつ。あれも早い段階で、例えばここからではなくてもう一個深くで切っとくと、脇芽が二つ増えるんで、割とこんもりしながら伸びてくれるんです。ボサボサになってからでは、寄せ植え形整えるのってすごく難しいので、まめに葉っぱもの伸びる葉っぱとかは手入れてあげると、綺麗にこんもりしながら欲しいところに葉っぱが増えるっていう感じですね。伸びても、今日の鉢みたいに大きかったらバランス悪くないんですけれども、ちっちゃい鉢に使うときは特に間引きながら使っていただけたらなと思います。これをプシス、これをされてる方が多分一番結構お花が咲いてくるから、こういう風になったらもう切っちゃいます。ここでいいです。ただ、株が太ると言ってこう、枝が増えてきます。そういう場合はもう一個下で、もうここでいいです。普通だったら皆さんここですよね。じゃなくてもう一個こう細くさせるイメージ。これなんかでもここでこう切る。と、細くなります。いわゆる間引きになります。間引く作業も大切です。花が摘むだけじゃなくて、寄せ植えした場合は、間引きながら枝を、新しいまた枝を出して固くしていくと、ひょろひょろにならない。さっきここちょっとわさわさっとされてるとおっしゃってたんで、それだともうここら辺で間引いときます。そうすると、また新しい枝がしっかりその出てくるので、かわいそうではなくて、これをすることでまた次の枝が新しいお花が上がって、またちょっとしっかりしたのが出てくるので、お花の手入れのためには、今の時期はちょっと必要かなと思います。どうしても密集して咲かせておくと、換気も悪くなるので、ここら辺もちょっともうこれやったら、ここら辺にちょっと切っておいてもらったら、またここすぐ花上がってくるので、ここら辺のでも、
その方が風通しも良くなるので、はい。で、今日はちょっとカラジウムの使い方と皆さんバラバラだったんで、また他の方のまた作品見て、はい、書いてあげてください。はい。じゃあこれで終わらせてもらいます。ありがとうございます。